線形論理は弱化規則と縮約規則という構造規則を否定した部分構造論理の一種である。資源としての仮説という解釈をする。すなわち、すべての仮説は証明において一回だけ消費される。古典論理や直感論理のような論理体系では仮説は必要に応じて何度でも使える。例えば A と AB という命題から、 AB という結論を導出するのは次のようになる。A と AB を前提とするモーダスポネンスにより B が得られる。前提 A との論理席から AB が得られる。これをシークエントで表すと A, A B,、AB、AB となる。上記の証明ではどちらの行でも A が真であるという事実を消費している。この真理の気軽さは形式手法では一般に必須である。 しかし、日常的な世界に関する分に適用するには、真理は抽象的すぎ、扱いにくい。例えば、約1リットルのクリームから約450グラムのバターができるとする。クリームをバターを作るのに使うとすると、クリームとバターの両方を持っているという結論は得られない。ところが、上の論法でいけば、クリーム、クリームバター、クリームバターとなる。このような活動を、 通常の論理でうまく表せないのは、クリームやバターなどの資源全般の性質によるものである。ある量の資源は、心理のように好きなように使ったり始末したりできず、すべての状態変化について注意深く見ていかなければならない。バター作りを正確に表すと、次のようになる。線形論理ではこれを、クリーム、クリームバターバターと表記する。論理結合紙と、 論理内外の記号が異なる点に注意されたい。線形論理は1987年、フランスの論理学者、ジャン・イブ・ジラールが提唱した。線形論理では、論理結合子が再検討される。各結合子は、情報的なものと、過法的なものに分けられ、それぞれ同時存在と、卓一存在に対応する。結合子を解説するため、ここでは、 自動販売機を例として説明する。実際の自動販売機は、これらの結合子の複雑な組み合わせで表され、それによって、機械のすべての振る舞いを記述できる。線形論理には、様々な限定バージョンや編集が存在する。その一つは、古典直感論理の軸に沿った編集である。古典線形論理はジラールが最初に提唱した、線形論理である。CLL では、 すべての結合子には相対が存在する。以下は CLL をシークエント計算で表したものである。証明はすべてカット規則を使わない形に変換できる。線形眼意はこの表には出ていないが、線形否定と情報的論理積を使えば CLL でも ABAB と定義できる。これは古典論理ではおなじみの形である。例えば普通の眼位は AB、AB と定義できる。このような定義はもちろん、線形否定の記法を必要とするが、古典論理では相対を使うこともできる。A の相対は、A と記述され、以下のように定義される。論理単位もとも同様の相対を持つ。例えば、イコール0であり、と、は相対である。相対の規則とは、ある項を一方の辺からもう一方に移す場合、 その相対に変換されるというものである。直感線形論理は一つの帰結しか許容しない。CLL とは異なり、イルの結合子には完全な相対性はない。実際、パールとホワイノットと明大定数、ボトムは導入規則の帰結が複数必要となるため、イルには存在しない。結果として、イルでは線形外が基本的結合子となっている。 線形論理の他の編集には特定の結合子を持つものと持たないものなどがあり、扱う論理の複雑さも様々である。以下は最も一般的な編集である。線形論理には一回のものと公開の拡張があるが、その考え方は標準的である。線形論理に近い部分構造論理として以下のものがある。ありがとうございます。